ほいよ。シューパン来た。最近すごいね、遅刻癖のある俺だったんですけど、絶対に到着時間の30分前に来て読書をするっていうすごい意識高い系のことやってます。まあでもあれだね、こういうコピーライティングの勉強とか多分 YouTuber の人ね大体してます。どういうタイトルつけたらいいかとかね、頑張ってる俺、意識高い系。今回のお供トレーニング前にして、まあ水いつもねセブンで買ったものね。で昼飯のひじき、これおすすめっすよ。結構豚肉で結構疲労回復系のビタミンも取れるし、あとはまあ間食系ね、カーボが必要なんでね、脂質の少ないこういう和菓子系。あっす、やっぱり時間通りに食って気持ちいいよね。やっぱり気持ちいいよね。考えらんないわ、なんでみんな30分前に着いてないんだろうっていう。減量の話してたのにな。うわー、なんかこんなん食うの君珍しいね。そうだよ。いや今日もう運動するから炭水化物いいかなと思って。なるほど。今日はうどん食いに行くらしいです。うどん食いに行くの？今日ほうとう鍋ですね、山梨の。ほうとう食べに行くっていう動画ですね。あ、そういう旅動画。ほうとうを食べに行って、ついでにマイルリリースして帰ってくる。まあ、まあ、ついでだからね。あるよね。山ですね。いいね、なんか、みんなで旅してる感じが。心洗われるでしょ。もうシャバシャバ、シャバシャバ、心シャバシャバ。シャバシャバ。シャバシャバ。富士山ですね。おー、うまいけどビッグマック食べたい。あ、そっか、減量中なのか。そうなんですよ。では見てね、これすごいっすよ、このキレ。けどね、僕もね練習しましたよ。やり口がケンちゃんと一緒なんだよな。なんかバタバタしてるもん。すごいね。僕やるときは、どうも段差使って10回中村さん。中村です。でもできてる。いや、きつ。黒糖まんじゅう。店舗によって売ってないんだけど。ああ、これやばい、芋ようかん。めっちゃうまいよ。うまっ。来た。プチュッ。プチュッ。息子さんに見せたい。今のはシンプルに面白い。ザチ絶対笑わない人だけど、絶対笑うと思う。ザチ日頃笑わないもん。絶対笑わないと思うよ。だってもうケンちゃんに何やっても笑わない自信あるもん。ザチこれ知る？めっちゃ欲しいんだよ。何？プチュッ、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 負けた。スタブロを諦めるっていう位置でしょ。まあね、これなんだって結論。いろいろ試してみるのはありだよね。これもう本当はいらないです、あのけどルール上ね、ルール上やってるだけ。やっぱついてないといけないから。本当は触れたくない。触れたくない。触れたくない。足遅くなっちゃうのも、あの金最新だな。走りやすくない？なるほどね。これで、ね、結論ね。結論これ。多分俺これが一番ね押せると思う。いやいや、棒の意味する。あ、もういいね。うん、ちゃんと押せるよね。押せてる、押せてる、押せてる。なんか不思議とカチャンって音出た気がするし。さあ、1組目ですね。下パンタ温泉の時間系に注目かも。もう出てる、出てる、出てる、出てる。うおー、早い。ビリはあのムチムチおじさんでした。青野さん早っ。毎日見てくれてって言ったじゃないですか。はい。ザッチンさ、いつものパターンの時さ、はい、毎日見てますって来てくれたじゃん、はい、だいたいね俺より早いのよ。あるあるなのよ。そのパターンね、うん、いや、スタートラインは同じだったかもしれないで、そっから成長度ね、うん、どんどん抜かされてく。勝負しようぜ。あ、勝負しよう。いいね、言葉いらねえよ。
タイムなんて聞かなくてもいいんで。バカ野郎が。一緒やろう。はい。ありがとうございます。お願いします。今俺悲しいか嬉しいかどっちの顔してる。悲しそうです。悲しそうだよね。また次走ろうか。任せてください。オッケー。やばらしい、いい人ばっかりです。自分の墓穴掘っちゃう。いいやつ。お、ハラチンか、はえー。ハラチンのリアクションタイムマジでえぐい。3組シダパンが入っております。シダパンさん、よかったか。うわ、シダパン勝った。なに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 、覚醒したの。今11秒だよ。12秒2ぐらいじゃないですか。来月ぐらいシーズン始まるんですか。いやいやいや、シーズン始まります。まあまあ、あと5ヶ月ぐらい。これシダパン11秒で出るのか、果たして。いいね、あの期待も出るの得意だよね。いや、最後ハマりました。期待上げて上げて出ないからアンチが湧いてきちゃったですね。これでいいし、あと5年いけますからね。はい、まだ大丈夫だね。でもやっぱあれだ、判定しないわ。いけるときといけないときというか、でも今実際いい走りに見えたけどね。今ハマってた、うんうん、練習だね。しんちゃんどうでした、早かったですか。早かった。いや、なんすかね、なんか、うん、12秒5ぐらいのときとちょっと11秒で見えてるときありますよ、ね、でも、何なんだろう、思ったのが、いや、本当はあとですか。なんかこう、繋がってないときは結構前側が優位になってる気がする。ああ、なるほどなるほど。動きは同じなんだけど、でも速い時は割と背中の方加えて、で今ちょっと後ろから見たらなんか普段流しよりも背中の方が動いて。めっちゃ評価してくれてるじゃないですか。だからあえて後ろから見せたんですね。後ろが、え、そうだ、それはない。シダパン、じゃあ皆さんちょっとこれからねマイルをやっていきましょう。ダメフィーじゃないですね。いじめられてる。自分のイベントでいじめられてる。初めて見た、自分のオフ会で無視されてる人初めて見た。48秒52秒日本記録ですよね。え。そう、 4×200 の、世界リレーの日本代表。それは勝負になんないんじゃないですか。みちさん、だ誰に声かけてくれてるんですか本当。ドリームチーム。絶対早いでしょ。これ2人800ずつ走るってことですか。頑張ります。多分早いと思う。それでもそれでは、で52秒、やばいよ。ぶっ倒してやるよ。ぶっ倒してやるし、いつもシダパンチャンネル見てくれてんだよね、まあ、それだけ確かめておこう。けど一人だけ視聴者として俺が勝ってる姿、まあまあ見てみたいよね。分かってるな。これだから。あれ、ね、結構いいやつ、結構いいやつなんで。あれいらないですよね、これ。はい、ここは平均年齢一番高いチームです。高いね。何チーム？お尻チームですね。お尻チームですね。お尻の、お尻のためのお尻によるためのチームですね。お尻キャプテン。お尻キャプテン。はい、11分0のお尻。お尻。コメントお尻。はい、静岡のお尻。ザッ。なんか4マイルリレーの1走2走3走とかのなんか役割とか、なんか 4K は分かるけど分かんないですよ、まあ、今回は違うけど2走ってやっぱうちに入るから。なるほど。2走って結構エースやっぱりエースですよ2走は。そこで決まるって感じなんですね。いや、僕ら多分2週間後にシグナルで本番が控えてるんですよ、マイルの。はいはいはい。だそれ想定した形でいきましょう。じゃあ2走かエース。気持ち的になのか分かんないですけど、なんか最初の200多分飛ばしちゃうんだろうなっていう気がしてるんですよ。わかんないけどね。わかんないです。わかんないけど飛ばす可能性はあるよね。まあ俺はね、下パンがアンカーでしょ。取れ高的に。じゃあ、そうしましょう。逃げ切りのがわかりやすいかもしれない。一層。一層バージでもいいんじゃない、うん、それ行く。いいよ、それでも。ぶっ放して、そこでちゃんといい位置取って。まあ、まあそこで差ができて、それをケンちゃんが詰めるみたいな絵になるのかな、わかんないけど。確かに頑張っていいところでシダパンとか持ってきます。うわー、一番接ってきそう。怖い。皆さんから来るですもんね。そうなんですね。バトンパスの方バトンパスちょっとやりましょう。あ、やりましょう、はい、はい、マイルのバトン練習ですね。もう逆光 4K だね。めちゃめちゃ 4K だね。 4K なんだ。もうこう取っちゃっていいんですよ。なるほどね、はい、確かになんか世界陸上とかだと
みたいな。そう、私はもうこういう感じで来るんで、あ、そうなんだ。それを奪い取ってほしい。あれ俺、そうそうそう、欧米の人が雑でそうやってんの。違います、マイルのバトンパスはそんな感じ。こういう感じ。そう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 。あ、いいですね、いいですね、いいですね。あんだけ引っ張られたら、あのもらう渡す側は結構しんどいですけどね。あのぐらい、さっきのだともう詰まりすぎちゃって、うん、本当に1秒までいかないけど、それぐらい変わっちゃう。深さんだから引っ張ります。うん、それでいいと思います。うわ、緊張してきた。いやー、これですよ、マイルの緊張感。やばい、なんだろうこの、なんか、あー怖いね、上がってくる感じ、怖いね。あ、みんな、みんな死んでるの。浮かないな。やっぱそうっすか。プッシュの人でさえそうなんだ。みんな顔浮かないもん。いやでもほら見て、うちの。あ、はい。もうひねってる。記念さ。いや僕結構自分の中の目標があって、50切りですね。うおー、でかいね。それはかっこいい。うん、ここで50切ったらだいぶでかい。最近有言実行すごいの。うん。50切りいきます。俺は60切りたいな。でもマックスで調整して58とかだからな、まあ、60くらいでいけたらいいっすね。よっしゃ、じゃあやめましょう。じゃあなんか絶対カットしないんで気合が入る一言、はい、言って O だから、俺たち O で合わせたからカットしたらさ、 O も映んないし、うん、カットできるわけないから、お願いします。パイパイシドボン、あいつは突っ込む。きた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 。ザッチ行こう。やばいぞ、追ってきて、追ってきて、ザッチファイト。ナイスナイスナイス、ザッチに奪われ。ダッチファイト、ダッチ、ダッチいける、つなげつなげつなげ、ケンちゃんいるよ、ケンちゃんいるよ、つなげつなげ、ダッチ最後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 、ダッチ大丈夫、つなげは大丈夫、ケンパ行こう。やばい、結構差が開いてます。ナイスナイスな、はいよ、ナイスな、いやナイス、ケンちゃん最後、最後最後最後、最後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 いける、最後いける、いけ、ダッチ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 、さあだいぶリードしてる、
や、2位は、2位は死守したい。あ、いた、いた。いけ、いけ。やばいね。こうなるよね。こうなるのよ。こうなっちゃうのよ。あ、こうなっちゃうのよね。あ、痛い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 。やばい。死な。これね、演技だって言われるんでね。これはもう演技だったんですか。信じてたのに。痛いっすよ。ナイス。ああ、気づいて。こうなるよね。いや、ナイスランス。みんな早い。マジナイスラン。お疲れっす。お疲れっす。ケツやばいっすね。ケツ読んどるな。マジで最後の曲記憶なかった。いやけど何年経っても意外とこのマイル終わった後の達成感ってさ。楽しいよね。これね、あるよね。実はさ、うん、シアパンね、うん、やっぱゴールどこでした。そう、シジャパンね、多分ね、ゴール間違えてたんだよね。15メートル、オンク走ってる。オンク走ってんだよね。マジ。ちょっと、あの、一番速いやつ呼んできてもらっていい。ちょっと、一番速いやつ。シジャパンを抜かした人。ちょっと、お前、ちょっと、いい人になるわ。お前、あの辺で、俺の顔見て、ちょっと、軽くウィンクして。マジで。お茶すんだ。マジ会釈してる。マジで、ちょっと並走して、すいません、みたいな感じで。会釈して抜いていくっていう。あれ、下もくっついてたわけじゃないんだ。じゃ、会釈してたから。なんか、申し訳なかったって、すいません。下も粘ってると思う。粘ってない。あれ、会釈してた。思ったよりやって。面白い。すごかった、横、後ろ髪つって。いや、早かったよ、マジで。40秒台の走り、すごいよ。いや、やっぱ早い。人間さ、あいつがさ、追い上げ頑張んだもん。あいつのせいです。めちゃめちゃ追い上げですね。いいの、頑張ったね。はい、お前今見てるの、多分。見てる自分がつまんない動画になっちゃった、多分。見てる、お前、こいつのせいだから。うん、取れ高、取れ高って言ってたもん。もう一回。さすがです。腕あるわ。腕ある。シズム暗算で頑張ります。やばい、ケツがマジで。こっさらって思っちゃった。どの辺で行こうかなみたいな感じだったの。どこで行こうか。思ったより詰まっちゃったな。あ、すいません。クソが。めっちゃ悪いやつじゃねえか。二度と山梨来るか。山梨はもうクソ野郎の山梨。この人か。もう全部この人のせいで。二度と山梨には来ません。二度と来ません、山梨には。12秒台を踏みにじる人がいます。めっちゃ悪いおじさんがいます。今中学生ですか。中何ですか。中2で12秒。87。あ、そうっすよね。いや、マジでそこで成長止めといてね。いや、来年こっち。やめてください。やめてください。本当に12秒フラットで止めといてください。いや、来年は12秒4とか3。もうマジで越されるじゃん。11秒台目指しても、そしたら。ありがとうね。またお願いします。また、ありがとうございます。すごいあったかい人たちばっかり楽しもうとしてた。全国行脚って、こういう、初めましての人があって、走り込みを通してね、仲良くなっていく絆が深まるっていうのはね、すごくいい。いや、俺らってなんかそういうのなんか、ひねくれてさ、思えないタイプな俺らが、俺たち、なんか普通にさ、そんな俺たちですらなんか、素敵やんって思えちゃうことがあるんだよね、全国行脚ってね。そうなっちゃうんだよね。みんな帰ってきます。寂しいね。ありがとうございました。ありがとうございます。失礼します。失礼します。ありがとうございました。またお願いします。ありがとうございます。ご丁寧に。ありがとうございます。夕焼けが綺麗です。なんか良さげな、良さげな店。いや、マジで腹減ったね。これやばい。これ一、何万再生するこれ。
熊肉。いやでも俺入れると5000再生もある。確かに熊肉動画の関連取れるもんね。でかいよねこれ。でかいわ。確かに。熊肉の検索結構あるし。確かに。うん、今まで熊肉の視聴者ねまだね囲い込めてないんだよね。あじゃあ分かった、じゃあマジで行くわ、じゃあ行くわ。熊肉。熊肉行こう。熊肉行こう。すっごい出てきましたね。山梨しかないでしょ、熊に。山梨しかない。熊ってそうだ。山梨しか食べない。オッケー。ごめんなさい、豚肉ほど2つで。はい。やばくないこれ。馬刺し。てか、ザワチン。これやばいっしょ。うまそう。見えてくる。馬刺し。最初、噛まなきゃ。馬刺し正解じゃね、うん、でも、この企画がなかったらね、食えてないからね、今ね。11軒回って、2回目か初めてぐらいの。ご当地も食べてます。いつもね、ご当地のコンビニ食べてるもんね。ご当地のね、鮭おにぎり食って